皆さんこんこにちは本日は「きらぼしのような天才たちの悪戦苦闘と熱い友情そして微笑ましいエピソード」「書籍文豪たちの友情を読んで」というテーマでお話をさせていただきたいと思っております。 えー、今回取り上げるのは「文豪たちの友情」という書籍でございます。えー、とこれはですね2021年に、まあ、初版ということになっておりますね新潮文庫から出ているものをですね拝読させていただきました。えー、著者はですね石井千子さん石井千子さんという方でございます。この書籍はですね、えー まあ、近現代史に名を残した文豪たちのエピソード集ということになりますね。えーまあ、彼らの人間関係というのはです、ねえー、非常にです、ねえー、濃密であって、えー、しかもね、えー、一風変わってもいたということなんですね。えーまあ、現代社会とは違ってですね、まあ、この時代ですね、えー、明治大正昭和、えー、この時代はですねやはり人間関係のつながりが厚かったのではないかということでですね、えーまあ、友情も様々だったんですけど おーまああの日本の文学のね、えー、花盛りの,この時代ということで、えー、この尖ったね文豪たちの個性がぶつかり合うですね、えー、明治大正昭和の文豪たちの熱い友情物語ということでですね、えー、書かれた書籍ということになっております。 えー、この著者の、ね、石井一子さんという方をですね、えー、佐賀県生まれの書評家ということです早稲田大学文学部第一文学部を出た後ですね八重洲ブックセンターに入社されて2004年にライターになられた方ということですね、えー、読売新聞とか産経新聞などの媒体で文芸を中心とした書方をされたり著者インタビューを行った方で、えー、ございます。 まあ、今回ねえ、この本を私もあっという間に読まさせていただいたということで、非常にねえ、面白かったですね。文章も読みやすく分かりやすくですね。 えーまあ、取り上げられている文豪もですね、まあ、一般の方にはさほどこう知らないというような人も、ね、少しいるんですけどね、えー、そういう人たちのこともこう分かりやすく包括して説いているというところがあって非常に楽しく読まさせていただきました、えー、今回はですね、えーまあ、私なりに、ね、興味を持った箇所をです、ね、その辺うピックアップしてお話をさせていただきたいと思っております。うまずでですすねね、えー、夏目漱石と文化生たちのです、ねえーまあ、熱烈な話 熱愛話みたいな感じですねそしてその次にですね芥川龍之介のね報復絶当なお話ということと太宰治の面目役所的な話ということでねこれのね部分をポイントにしてお話をさせていただければと思います。ということでですね、まあ、本題に入ります。 前にですね、えーまあ、現在ですね、えー、このチャンネル以外にいい、まあ、私のですね本業のイラストとかギターの弾き語りのチャンネルをやっております。あとはね、女性とかあ猫のイラストを載せたツイッターアカウントなども運営しております。説明欄にリンクがございますのでご興味ありましたらそちらからお願いいたします。あとね、えー、ご連絡とかコメントはですねあの、Facebook メッセージ経由でお願いできたらばというふうに思っております。 本日はですね「文豪たちの友情」という書籍を取り上げさせていただきたいと思っておりますが、まあ、一応ですね、えーまあ、この書籍の中にはいろんな作家さんの友情とかですね信仰、えーまあ、とか交流が書いてあるわけなんですけどね、えーまあ、あの歴史というか、まあ、時代の流れということで言いますとですね、まあ、古いものからちょっとピックアップしてみようかなということでですね、えーまあ、夏目漱石そして芥川龍之介太宰治と。 おいったですね、えー、流れのものをですね、えー、面白いなと思ったものをピックアップさせていただくという形で進めてみたいと思っておりますまず夏目漱石なんですけど、まあ、夏目漱石という人はですね非常にですね、えー、人望があったという人だったらしいんですね、えー、特にですね男の人若い自分よりも後輩というかあそういう人にね非常になんかこう慕われた人だったということなんですね。 うん、もちろんね、えー、地位や面接があって、えー、まあそれにしたってですね、えー、作家志望の若者が。 押し寄せてくるとかあそういうことも結構傾向的にはあると思うんですけどねその中でもですねやはりこの若いね、えー、小説家志望の人学生、えー、こういう人たちが集まってくるというありさまはですね、えー、まあかなりちょっと他の作家さんと比べてみてもね、えー、異様というくらいで、ね、男にモテる人だったようですね。 まず鈴木はですね、まあ、東京都の文京区ですね、今でいうところの、まあ、文京区に生まれて育って、子、えーまああの子供の頃から非常に、ね、優秀であって、まあ、エリート高校であった一高というところに進み、そして、えーまあ、東大ですね、帝大に進むというような感じになっておりますね。まあ、そして大学を卒業した後、まあ英語の教師ということになるわけなんですね。 その後文部省のですね、氏名によって、イギリスにに留学すするとということになりますね。国費を使ってイギリスに留学するということになるんですけど、この留学生活がですね、まあ、夏目漱石には非常に合わなかったみたいで、約2年いたということなんですけど、もうノイローゼ気味になってしまって、ですね、方法の手で帰ってきたということですね。 そして、まあ、日本に帰ってきまして、えー、今度はですね、えーまあ、母校である一校だとかあ東大の、まあ、先生に戻るとういうことになったわけなんですけどね。ここでもですね、えーまあ、自分の受け持ちの生徒が自殺をしてしまったりとかですね、えー、前任者をに非常にこう浸水していた生徒たちにちょっとこうバッシング的な形でですね、ちょっと冷や飯を食うというような状況が続いて またですね、メンタル的にこう鬱状態になってやられてしまうというような状況ということになっておりますね。 この頃はね、えー、まだ漱石は小説を書く前の段階だったわけなんですけど、その時点でですね、えー、もうすでにです、ねうんまあ、漱石を慕う弟子というか、後輩というか、そういう人が現れてきてですね、えー、四六時中、漱石につきまとってくるというような状態になっておりましたね。えー、その人物は誰かととといいううでですすね、ね、えー、まあ 東大の学生だったわけなんですけどあまあ知る人ぞ知るですね日本の物理学の学者さんで非常にこう有名な方ですねこの方は随筆ああ家としても、ね、有名ということで。 ええまあ夏目漱石に学生時代から浸水しておってですねえずっとこうつきまとっていてですねえまああの鬱状態になっていた夏目漱石に何かとですねこう世話をしたりまあ四六時中遊,遊びに行っているというような状態で漱石漱石というような感じでですねしたっていたということなんですねこのテラトラヒクのですね後に書かれた随筆集によりますとですねえまああの 漱石のうちにね、足、えっ、ー、よくもう3日と空けずに遊びに行っていた時期があってですね、漱、え、石、ーまあ、からこう寿司をご馳走になると、何人かでね、寿司をじゃあみんなで食べようということで、寿司を食べるということだったんですが、まあ、本人はね、えー、気づかなかったけど、周りの人のね、えー、証言とかによるとですね、漱石が海苔を食べると、海苔巻きを食べるとですね、虎、え、彦、ーまあ、も、まあ、自分も海苔巻きを食べると。 卵に手を伸ばすと自分も卵を取るというようなね、えー、エビを食べるのをやめたら自分もエビは食べないというような感じで、ですね、もうそっくりですね、えー、漱石の行動を真似していたと、もう全く自分では無意識だったということでね、それほどですね、えー、この寺田寅彦は、うん、漱石に浸水していたということなんですね。 そう,こうしている間に、まあ、文章を書くというようなことを勧められまして書いたのが「我が輩は猫である」ということでこれがですね大当たりして流行作家の一人ということになっていくということなんですね。 そうしますとです、ねえー、まああの小説家志望とか、ねえー、まあ作家あー希望というような若者たちがどんどん集まってきてです、ね、漱石の周りに集まってじゃあ定期的に集まろうということで、えー、木曜会というものを作っていったということなんですね。 今、えーまあ、で言うねサロンみたいなもので1週間に一遍ですね木曜日に集まるというようなことなんですけどここにですね本当にさまざまな人がですね後にこう有名になるような人も含めてですね集まってくるようになったということなんですね。そして、えー、夏目漱石の名声はですね、えー、その小説の成功によってさらに、ね、加速度的に上がっていくわけなんですが。 それに従って、ですねまた大きな多くの門下生が増えてきて、ですねそしてその指定愛というのもどんどんこう強まってくるということなんですね。例えば、ですねその中に1人ね、ね小宮豊隆という人がいるんですけど、この人はですね 後にですね日本のドイツ文学者とか文言評論家演劇評論家ということで、えー、知られるような存在になるわけなんですけどこの人なんかもですね、えーとまあ、漱石の門下生ということでですね非常になんかこう夏目漱石に熱烈なファ,こうファンになっていくということでね私の父親になってくれというようなね、えー、願い懇願をするというようなね、えー 思思いい入れ込この他にですね、松根東洋城という人もいるんですけど、この人もね、後にまあ日本の俳人、俳句作家ですね、俳人になった人なんですけど、この人もね、同じようにです、ね、情熱的なこう文章を送ってです、ね、えーまあ、僕のね、えー、なんていうかな、お父さんになってくれというのと同じような感じの情熱的な、ね、熱烈な手紙を送ったということなんですね。 まあこんな感じですね自分のお父さんになってほしいだの熱烈な、まあ、あの手紙を送るだのというようなことをですね、えー、漱石の方もかあの繰り返して行われていたということなんですけどね漱石の方はねさすがにここら辺に関しては碧碧、まあ、していたらしくてですね、えー、自分のところに来るだの来ないの期待だのとあとはね、えーまあ、とにかく恋しいというような、ねえー、ことを言われても困るとそれはまるで女じゃないかということでね えーまあ、そういうのはね、もちろんお,お断りしているというようなことだということなんですね、本当にね、自分でもね、男にね、しょっちゅう惚れられて、えー、っと困っていると、えー、女にはね、えー、なかなか惚れられることはないんだけどね、まあ、あの男に惚れられてもね、えー、ちょっとうどうしていいか分かんないからね、困っておるというようなことを書いてもいるということなんですね。 あとは、まちで1 0件という人も、ねえー、おりますが、この人もですね、まあ、完全に漱石マニアということだったわけですね。夏目漱石の持っている机とですね全く同じ寸法の机をですね真似して作ったりとかですね。えーまあ、あの原稿用紙に花毛がついているとそれを大切そうに持って帰ったりとかね。夏目漱石が相撲が好きとかね、えー、歌,歌,歌を歌うと。えーまあ すするとですね勝手にね、えー、自分の夏目漱石像とは違うことをやってくれるなということでこったりとかですね、まあ、そんなようなことをしているというぐらいの一種の追っかけみたいな感じになっているということなんですね。 えー、そしてね、えー、もう一人いい、有名どころで言うと、ですね、まあ、芥川龍之介、えー、もうそうなんですね、芥川龍之介はですね、えー、23歳の時にですね夏目漱石48歳というような状態で、えーまあ、友人の紹介でですね、えー、夏目漱石に、その木曜会に呼ばれて、えー、参加したということなんでですねそしして、えー、これで参加した時にですね。 一変にね、えー、漱石のファンになってですね、えー、熱烈な崇拝者になったということなんですね。えー、この時にね、えー、友人である菊池寛にですね送った手紙がで,ですね、えー、菊池寛に対して夏目漱石のことをですね芥川龍之介が熱心にですね語っているというようなあことも残っているということなんですね。 まあ簡単に言うとね、人間的にこう磁力、磁石のようなものを持ってです、ね、えー、なんかこう、光を放射しているようなあ状態の人でですね、えー、まあすごく魅力のある人だということを言っているということなんですね。その当時菊地館は京都に住んんででいたんですけど えーまあ、あの夏目漱石に会うためだったらですね、えー、わざわざ京都から、ねうんまあ、日本あ東京の方に来てもね損はないぐらいに、ねえー、素晴らしい人だとこう熱烈にですね、えー、死について語っているということなんですね。そして芥川龍之介はですね、えーまあ、仲間あとですね、えーまあ、漱石にね、えー、自分の作品を読んでもらいたいということで「ですね、えーまあ、新市長」というですね、えー、まああのー 雑誌でですね、それを立ち上げるとということなんです、ね、まあ持ち込みで直接読むというよりはですね自分たちで同人誌みたいなものを作ってですねそしてそれで自分の小説を発表して漱石に読んでもらおうというようなことをやったわけなんですね。そしたらですね夏目漱石からですね感想をもらったということなんですね。 そうすると夏目漱石は、ね、もう非常にこう褒めてくれたということなんですね、落ち着きがあって、ふざけてなくって、自然そのままのおかしみがおっとり出てて、上品な趣がある、えー、材料が、ね、非常にこう新鮮で、えー、文章も、ねえー、よくまとまっているから、敬服しましたと、そして、えーまああいうものをです、ね、これから2三30個作ってみたらです、ね、もうそれだけですでに文、ね、断、えー、で、えー、類のない作家になれますよと。 まあいうようなことをですね、えー、言うぐらいですね絶賛をされたということなんですねそしてまあこの漱石のね惨事称賛がですねお,きお墨付きとなって芥川龍之介がが注目されてうんと流行作家になっていくようになってくるということなんですねそして、えー、夏目漱石が死んだ時にね芥川龍之介はあこういうふうにね書いておりますね まああの,他の人にね、えー、どんなに悪口を言われてもですね、えー、夏目漱石に先生に褒められればそれだけで満足できたと同時にね、えー、しかしそれゆえに、ーまあ、夏目漱石を唯一の標準にするということ夏目漱石のを唯一に自分のこう標準ですね、えー、まあそれにしてしまうということは危険ではあるかなというふうにも思ったということなんですねそして、えー、夏目漱石はね えーまあ、絶えずですね、えー、強く進歩していったという部分があったんでね、えー、そういうことから見ると自分はまだまだ育児なしであるそれがあ心から恥ずかしいと思うというようなことをですね、えーまあ、述べたということなんですねそして次は芥川龍之介のお話ということになるんですけどね芥川龍之介はですね、えー、まああ 非常にですね、えー、実は礼儀正しくて、えー、社交的なあ人物であるということなんですね。よくね教科書に載っている写真とかを見ると、まあ、線が細くてですね、えーまあ、ちょっとこう狂気じみたあ部分あるような陰りのある、ね、写真があよくね有名になってもちろんね、えー、服属自殺をしたということが ありましてですね、まあ、そういうようなイメージがあるけど基本的にはですね非常にこう社交的で、まあ、律儀で礼儀正しい人でですね友達もたくさんいて、えー、人間的にもこう魅力のあった人だったということなんですね、えー、そして、えー、友情を非常にこう律儀で友情を大切にする人でもあったということなんですねそして3人の親友がいたというんですねまずは菊池寛という、ね、作家さんですねこれは文藝春秋を作った人ですね小説家であり授業家であるという。 人。 そして次はですね、尾穴隆一という人でね、えー、この人は画家でですね、芥川のまあ小説のイラストなども描かれているということですね。そしてもう一人はね、えー、常藤京という人でね、えー、まあ学生時代に非常に仲良くて、えー、その後ね、えー、まあ法学者ですね、法律関係、えー、そっちの方で業績、えー、を残す人ということなんですね。この人たちの名前がですね、えー、からですね、三人の自分の芥川の子供に対して名前を取 取っていいるととうことなんですね菊池間からはあの長男の宏という名前を付けて、えー、次男の崇、ね、という人があいるんですけどそれはですねこの小穴隆一の龍という字が崇と読めるんでね、えー、そこから取ったということ三男の芥川康に対してはですね、えーまあ、常と京という人なんですけどこの京という字が、ねえーまあ、康と読めるんでそこから取っているということなんですね。 まあ、芥川龍之介はですね、えー、やはりですねこう都会育ちでですね、えー、まああの線は細く細かったけど、まあ、色が白くてですね、えー、唇がですね真っ赤だったということなんですねこれは菊池勘の話なんですけどね、えー、そしてですね あの一校に入った時もですね、き、え、も、ーまあ、上級生の学生が写真を見てですね、えー、この男の写真が一番、うん、シャンだとシャンというのは美人ということなんですけどね、まあ、要するに今美男子であったということをですね、えー、言われていたということなんですね。その一方ですね菊池菅の方はね背が低くてずんぐりとしててね、えー、顔が浅黒かったんで、ね、多どんですね、えーまあ、要するに石炭ですね。 えー、というようなことを言われていたということでね正反対だけど非常に仲良かったということなんですね確かにね芥川祐之介というとね都会的で、まあ、知性的でですね、えー、頭がよくて、えー、かっこいいみたいなねイメージがありますねしかしですねそれはあの分断でもですね、まあ、言,われ言われておりましてですね、まあ、学籍ですね、知識、教養は抜群でですね、えー、見栄えもいいと。 いうことでよく言われてはいたんですけどしかし、ね、え犬に弱くて、ね、え犬が来るとすぐ逃げてしまうとか、ね、え分断一犬に弱いこというようなことで,です、ね、よくからかわれていたということなんですね。 そしてですね、えー、先ほど言いましたあの小和名隆一というですね、えー、まあ親友学生時代からの親友のお、まあ、画家さんがいるんですけどねこの人との、ね、エピソードが非常にですね今言ったような芥川のイメージをこう覆すような面白い話で、ねえー、非常にね、えー、面白くて、えー、ピックアップしてみたんですけど、えー、まああの仕事とかね含めて。えー 芥川はねその小穴隆一と頻繁に会うようになってねよく2人で会うことが増えるようになったということなんですねそしてですねある時にね2人で部屋にいる時にね芥川隆之介は最近なんかね陰筋たむしになったようなんだということでね睾丸がかゆくてしょうがないんだよねと芥川隆之介は言うとですね その画家の、ね、コアナ隆一はですね机の上にあった、ね、アルコールランプ、ですね、まあ、火を灯ますランプ、ですねそのアルコールの瓶をです、ね、渡してですねこれをですねがんに塗ると、ねえー、インキンタムシには効くらしいぜというふうな感じで勧めたということなんですね。そして芥川隆之介はですねその言葉に従ってですねアルコールを抗がに塗ったんですねそうしたらですね。 紅岩がいきなり熱くなって冷やふりになったような感じで、野田ぐち回って大変だということで,で、畳の上を転げ回ったということなんですね、<laughs> そしてね、コアラをね、芥川龍一は大変だ、大変だとか言って、野田内回っていると、コアラ龍一の方はね、一人で腹を抱えながら、いや、大変だねというような感じで、笑っていたというような話があってですね、芥川龍之介のイメージとは全く異なるね、おもい話だと思いました。 そして最後にですね芥川龍之介に続いてですね太宰治の話をしようというふうに思うんですけどね、えー、まあ太宰治はですねうーん 津軽,ですねえー、津軽のですね、大、えー、金持ちの六男ですね、えー、として生まれたということなんですね。も、ま、う、あ、本当に素宝家というかね、大、えー、金持ちだったんだけど、お母さんがね、えー、病弱で、まあ、おばに育てられたということなんですね。それまでね、えー、非常にこう優等生だったんですね。勉強もできて、えー、教養もあってというか、まあ、そういうような感じだったんですけど、中学校に入ったときにですね、 お兄さんがですねその文芸雑誌ですね「同人誌」をポンとこう何気に持ってきてですねそれを読んでみたところですね井伏スジのですね小説に触れてですね「この人はすごい」と。 天才であるというようなことでですね文学に目覚めるというようなことなんですねそしてそうしているうちに芥川龍之介とか菊池寛とか芝直哉や室生再生というような作品を見ましてですね自分もどんどん文学に進んでいくということなんですねその中でもね浸水したのが芥川龍之介なんですねまああの 芥川之介のですすねね、えー、有名な写真あります、ね、えっ、ー、とよく教科書に使われているような写真でえっ、ー、とあの陰影がはっきりね横からーンと光が当たって片方がちょっと影で黒くなっててそして、えー、逆三角形の細い顔の顎の,顎のところにね手を当てて、えー、ちょっとこっちを睨んでいるというような芥川龍之介の有名な写真がありますけどまあこの写真を真似してですね若き太宰がですね同じような表情とかポーズを作っている写真もあったりしてですねあこ,うこの人う 芥が好きだったんだろうなというふうには思ってましたけどね。 まあそれほど本当に太宰治様、芥川遵之介のこと好きだったんですけどね、それまで本当に優等生だったのに、まあ、文学かぶれ、芥川かぶれになって変わってしまって、ですね学業がおろそかになり、芸者遊び、まあ、金持ちのドラ息子ということでね、金持ちをいいことにですね芸者遊びをしたりとか、まあ、派手な服装をしてみたりとかですね、ファッションに凝ってみたり、あるいは文学のね同人誌活動をするというような、 感じのですね、えー、人になってしまうということなんですねそしてね芥川龍之介のノートが残っているんですけどねそのノートの余白のところにね芥川龍之介芥川龍之介芥川ですけど、社長のようにね書いてあるというようなねエピソードもあったりするわけですねまあ、相当好きだったんだろうなということでね面白いエピソードだと思います まあ、太宰治というとですね、えーまあ、あのお騒がせ男ということでよく知られてますね、えー、まあ最たるものは真中ですね何度も真中を繰り返して、えー、そしてそこからまあ,あ立ち直ってでまた真中をしてというようなこともありますし。 学生時代はね学生運動に明け暮られててですね警察に追われるハメも起こしていたということもあったりとかね借金をしたりとかですねあとはまあ恋愛でどたばたが起こったりとか自分の女房をですね、まあ、男に取られたりというようなことをやったりとかあ,あと芥川衣装が欲しいというようなことでねごねてですね人に迷惑をかけたりとかあ、まあ、師匠 であるね、えー、尊敬している井伏松二のところにね、えー、まあ押しかけていってですね、えー、会わなきゃ死んでやるというようなお出しお、ね、あの脅しの手紙を書いたりというようなこととかをですね非常にやっていてですね本当にお騒がせ男で。 えー、あったということなんですけどね、えー、じゃあこれだけのお騒がせ男だったらみんなにね嫌われたりとかしているのかなというと実はそうでもないんですねなぜならばやっぱりこう才能がねずば抜けていたということなんですね、えー、イブセマスジとかねダン・カズオとか佐藤・ハ夫というような人々おこの人たちも分断でそうそうたる地位を築いている人たちなんですけど実際この人たちもね付き合っててダザイはあ才能があるというようなことおイブセマスジなんかは間違いな 天才だというそのものだと言っておりますし段一夫はね実際にこう面と向かって初対面の時にね「君は天才だ」と言ったりとかしているということなんですね。佐藤春夫なんかもね散々いろんなことでひどい目にあったりしているわけなんだけど私は太宰治のことをね 本来だったら憎んで嫌いになるだろうでもですねそういうことができないなぜならば彼にはずば抜けた才能があるからだと、まあ、言わしめるほどですね才能があったということなんですね。その中でねこの段和夫とのね話なんですけどね段和夫と、まあ、あの知り合ったのがですね1933年ということでね えー、まああのあるね同人誌に発表した時にですねダサイと同じ年で出身も同じ青森だというようなあ友達がいたですねその友達の3歳年下のねですね段和と紹介されたということなんですねその時はまだね、えー、段和雄は学生帝大の学生だったんだけど。 あまあ、ふとしたことでね2人だけで会うというようなことになったわけなんですねそして、まあ、2人だけになった時にね、えー、酒缶ですね、えー、これをね丼の中に開けてですね2人でちびちびとですねそ,れそこにです、ね、味の素をかけて味の素って最高だよねみたいな話をしながらねこう飲んだりしてたわけですね、えー、そしてですねそうこうしているうちに奥さんがちょっとね買い物に行ってくるということでですね、えー、まあ料理をするということで。 2階でですね2人だけになったと差しで飲んだということなんですねそしてその時にね、えー、いきなりですね、えー、口こもってねダンカ一オがですねあなたは天才ですよたくさん書いてほしいなというように言ったというんですね、えー、これを聞いてですね太宰をね一瞬こう見誤題を見だいをするような感じで黙っていたんだけどねしばらくしてからね うん、分かった書くというようなことを言って2人でね照れくさくなって薬草のようにその後酒を飲んだということなんですけどねまあこれもねなんかすごいエピソードだなと思ったということですね。